はい、今回も僕のチャンネルを見ていただきましてありがとうございます。はい、博多、釜地杯の準決勝の号を、並べていきたいと思います。はい、今日ですね、生配信したんですけど、その時に少し並べたので、はい、そこまでね、ちょっと、軽く進めていきたいと思います。はい、このコスミがね、珍しい手ということでした。はい、はい、まあこの辺りもね、少し解説してたので、はい、ぜひね、生配信のね、やつを見ていただけると嬉しいです。はい、はい、で切っていきまして、こう切りが入ってね、こうツケが決まりまして、少しね、白ペースかなと、思って見ていましたね。はい、ちょうどツケ抜いた格好が白が1本取ったんじゃないかなと、見ていました。はい、機敏にね、コスミも、決まったのもね、白の気分のいいところですね。ここまでね、見てました。はい、そこからどうなったでしょうか。はい、そうですね、これで2目は一応取れましたか。ただここで手抜いて、こちら連打されてるんですね。はい、こちら連打されてるのは非常に痛いんじゃないでしょうか。まあそうですね、こうつなぐで打つしかしょうがなかったような形に見えますけどね。ここで、2目取りに行ったんですね。まあ別行動でね、行こうっていうことですけど、さすがにちょっと黒、つらかったんじゃないかなと思いますね。はい、これ肩つきをそのまま飲み込んでいて、これは白不満ないですね。この石はさすがに許さんってことですね。まあ、全部取る予定だと思いますね、白はね。はい、これも、こうへこみに打てば生きということですよね。で、伸びが効いて、コスミつけて、これはちょっと攻め合いもね、ちょっとまずいということですね。この攻め合いは黒の方が攻め合いが足りないと思いますんでね。はい、まあここの進行がね、どうだったんでしょうかね。もうちょっと息長く、つないで打ってても、はい、ここでね、息長くこうつないで打ってたら、まだまだまあ難しかったんじゃないかなと思いますけどね。はい、ちょっと後半は一気に決まったのかなという、そんな感じがしましたね。はい、はい、じゃあこんなところでね、終わりにしたいと思います。中村すみれ初段対ね、上野リサ初段とか、藤沢さんの碁もね、アップしましたんでね、ぜひそちらもよろしくお願いします。見ていただけると嬉しいです。はい、じゃあそれではこの辺りで終わりにしたいと思います。はい、それでは失礼します。